シガンシナクでの死闘を終えて、調査兵団はついにイエーガー邸の地下室へとたどり着いた。そこに残されたグリシャの書物とエレンが父から継承した記憶の中には、この世界に残る多くの謎を解き明かす鍵が眠っていた。そして巨人を随意に操る能力、9つの巨人の力を継承した者が継承から13年で命を落とすという非常な現実と、エレンがグリシャから受け継いだ巨人の名もまた明らかになる。進撃の巨人、それはいついかなる時代においても自由を求めて進み続ける巨人の名であったという。そして時は流れ、1度目の超大型巨人襲来から6年、時間をかけ着実に巨人を駆逐していった調査兵団は、ついにウォールマリアの外へと壁外調査に出る。だが依然として壁の外には行く手を阻む敵の姿があった。目標地点へと近づく調査兵団に巨人の影が迫る。